おはようございますあるいはこんにちはもしくはこんばんは山崎亜美ですネットフリックスで世界独占配信が始まったドラマ極悪女王特集第2弾です助手は宮崎ですはい。我々ももう前後は見たわけなんですけどはい。これ言っていいですかあ、何ですか唐田恵梨香さんに惚れてまうやろうこの野郎やろううありまして、はい、長尾千代役の唐田さんの何か惚れ惚れする瞬間が何度もありましてですね、うん 選んであげていきたいと。いいですね。まずですよ、阿部さん。はい。1> 第一話始まるじゃないですか。はい。まあちょっとあってその後オープニングタイトルロールに入るんですよ。長与チグサ空太りが出てるんですよ。はい。額から流血している場面のスチールなんですけど、うん、その空太さん、うん、えこれちょ長与さんじゃんと。長与。なんか憑依してる感じがしたんですよ。えー、なんか似てると思って、まあ、ダンプ松本さんが後日言ってますけど。はい。は 後からちゃんと見たらあの頃ちぐさがもう可愛くてアイドルみたいとかって言ってるんですけどその強さと可愛さが混じってる長代さんをこの最初のオープニングタイトルで見かけてしまうということなんですね。でこの第1話でゆりやんさんのダンプさんと新人の頃ですね神社に行って肉まん食べるシーンがあるんですよ。肉まん食べ終わってちょっともぐもぐしながら唐田さんがお金がね少し余った件ってよかとかって言って。 で長崎弁で言ってさい銭箱の方にタッ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 さい銭、はい、箱の前でこう,うん、うん、っやって拝んだ後にユリアンさんと目を合わせて笑うんですけど、うん、それが可愛い <laughs> シンプルに可愛いすません取り乱してすいません <laughs> いやだってそれ二人いるんだけどこっちを向いてからさんを抜いてるカットなんですよ <laughs> ずっと可愛いですよね本当なんでこの顔しても可愛いんだろうって何回も思ったそしてですね2話の終わりでクラッシュギャルズの人気に火がつくっていうかついに覚醒するかのようなまあ一対一でその長屋対アスカがあるんですけここはもうなんてすごい場面ボロボロになりながら張り手打ちで倒れたりして同時に倒れてみたいな両者ハイキック崩れ落ちてもうフラフラになってあそこはもうこのドラマ 最初に一番熱くなるところかもしれないっていうのがありましてそして大事なのがですね第3話の唐田さんでございます第3話ですいません私が今今多分日本一唐田さんのファンなんじゃないかと思うんですけどねこの第3話大事なんですクラッシュギャルズの2人とジャガー横田とラブリーかなタッグマッチがあってクラッシュギャルズの方が後輩なんだけどど付き合いになるんですよバンバンど付き合いになって唐田さんが倒れたジャガー横田ー きろーらーって言うんですよもうここここかからかっこいいんですよ <laughs> この目つきとかこっから結局ガチで行って唐田さんがさそり固めを決めて、うん、左手拳を突き上げて雄たけびを上げるって、まあ、これ本当に長井千草さんがやっていた決め場面なんですけど、うん、ここまでの流れがですねもう非常に美しくかっこいいと。<laughs> <laughs> だって私の同僚の小川和史という記者がです、ねはい、メインの三人にインタビューしてくれてるんですけどおうおう言ってたんです、剛力さんが。ジャガー,ー横田と戦っている時の唐田、うん、さん、唐ちゃんの目がもう忘れられないと、うん、鳥肌が立つぐらいであスターだって思ったそうなんですよね。<ー>でこの人は本当にもう長与ちぐさとしてもだけど唐田、うん、エリカとしてめちゃめちゃ輝いていると、うん、自分は飛鳥役としてうん、うん、この人を輝かせるためにどう生きようかっていうふうに。お もう覚悟したっていう。すごくないですか。そういう大事な試合なんですよ。試合っていうかの撮影っていうか。先輩の役者さんにそれ思わせるってすごいですね。すごいですよね。あと、唐田さん自身がインタビューで言ってるんですけど、撮影入る前にトレーニング始めて、でんぐり返しの後ろ回転すらできなかったそうですよ。それをみんなこうもう部活のようにいろんなことを特訓して、あんなニールキック、ニールキックってあの得意技があるんですけど、横にひねりながら。 まジャンピングなんですけどかかとからすねを相手に当てていくっていうのを体さん本人がやってるじゃないですか機械でもっていう話もあったみたいなんですけどもう絶対自分でやりたいっていうことで後ろでんぐり返しできなかった人があそこまでやってるわけなんですよすごいすごいんですよ皆さん本当にそれですよ保護者ちょっと厚さがすごいなと思いましたですね本当なんか人生かけてるなって思いましたね本当そうなんですよそうなんですそうなんですで第5話ですねこの紙切りでスマ 私ちの再現度はもう素晴らしいんですけど、はい、その後なんですまた惚れ惚れ,れするのは <laughs> その後日もう本当に丸刈りになった唐田さんが、はい、自宅マンションで、はい、ソファーに座っているっていうカットがやってくるんですよこれが良くないですかハッ<わ>としましたよなんでかっていうとあの紙切りデスマッチの時って、うんうん 途中で飛鳥たちがちぐさを奪い返して、はい、頭にこうジャージをかけてあげてはい、はい、隠すように帰っていったんですよ。ありましたね、うん、だから丸坊主になった感じはそこでは見えないんですか見えなかったんだ、ね。ここで後日の丸刈りになった唐田さんが現れるんですけどまあ頭の形のいいこと唐田 <laughs> さんの。<laughs> そしてこう見て見たらもう <laughs> なんだろうね。あれ思い出しました。フ <laughs> ュリオサっているんですけど。えあの、シャリーズ・セロンが演じた、マッドマックスの光のデスロードで出てきたシャリーズ・セロンが丸刈りで出てくるんですよ。あれ<ー>をれ思い出しました。あのあ、でも確かに。あのシャリーズ・セロンのフュリオサが黒メイクしてなかったら、こんな感じかもっていう。<ー> <laughs> 確かにわかりますかねわ、うん、か,かりますわかりますなんならちょっと古い方で言えば昔の実写最悠期の三蔵法師やった夏目雅子さんみたいな感じですああでもわかりますわ、はい、かります、うん、なんかわかります交互し清廉でそれもですね言っていますユリアンさんが髪切りについて、うん、ああすごいな体よりか髪の毛を坊主にするんだという以前に、うん、そのレベルじゃないぐらい根性があるのを見てきていたので、うん、ユリアンさんが言ってるんですよで本当にこの髪切るっていうのはすごい ことですけど、うん、実際その時を迎えたらいやそりゃ切るようなカラエリカやからって思っちゃうぐらいだった <laughs> ちょっと補足して言うと、はい、小川記者の取材に答えてるのダンプさんって髪を切った方だから、はい、やってやったーみたいな感じなのかなと思ってたんだそうです、うん、で、ユリアさん演じてみて髪を買ってやった時に、はい、あの時の感情がもう何かはわからないですけどとにかく震えと涙が止まらなくなって、うん、ご本人もめっちゃすごい覚悟でやってはったんやろうなと思いました、うん だからゆりやんさんが演じながらもう震えてたってそう。なんだ <laughs> で、剛力さんも言っています、はい、髪を切られるとかよりも早く止めてくれみたいな、うん、もうこれ、だから役になりきっちゃった、ね、そっか、もう早くちぐさを返してみたいな感覚になるぐらいでしたと。はあ もうそれ以上のことがあそこで繰り広げられていましただけど最後の最後やっぱり丸刈りになったカ田タエリカは可愛かったと言っている、うん、<laughs> でラ田さん本人は何て言っているか、はい、これも取材に答えてくれてるんですけど、うん、頭を刈るのはオーディションの時の条件として入っていたので、うん、自分としてはそれ以上に長与千草という人物に惹かれていたので、うん、そんなに大変なことではなかったです<ー>である種そのシーンを撮ることで自分の中にある覚悟を表現できるというか、うん、そのぶつけられる 思れるいでこのシーンに挑みましたすごいな自分の覚悟ですというものになるといいなと思っていますしそれをぶつけた感じですというふうにおっしゃってるんですねまあすさまじいですねこの「紙切りデスマッチ」って本当に紙を刈るから打ち合わせも念入りにやったらしいんですね、うん、ただその前にもう撮影で長くわざとしゃべらないようにしていたこの唐田さんとゆりやんさんその打ち合わせっていうふうになってきた時にあまりにも今までしゃべってなかったからうまくいかなくなっちゃったらしいんです、うん その時に唐田さんの方から「レトリー、うん、ご飯行こう、うん」レトリーって呼んでるんです <laughs> レトリーレレトリーバーのレトリーレトリーご飯行こうって言って、うん、ご飯食べに行って元の仲良い2人に戻って。 それでも何でもまたスムースにいくようになったっていういやあの撮影がずっと熱量を保ち続けなきゃいけないじゃないですかカット割りとかもありつつ何千人もエキストラ入れて撮ったりしてるんですよね超大変ですよね熱量を保ち続けるっていうあれをカットのたんびでやらなきゃいけないからそれを全く感じなかったんでちょっとのブレって分かるじゃないですかやっぱりちょっと温度落ちちゃうと分かっちゃいますよねそれなくやってますよね 最後の最後やっぱダンプ松本引退記念試合のやり取りはですね、はい、あの涙なくしては見られない、うん、最後のエキシビションになる時にゆりやんさんが左腕で体さんを頭をこうクッと抱えてですね「はい、ダンプ松本はもう終わりだ」って言ったかなその時に体さんがちょっと口角上がってニコッてするんですよ、はい、そこが可愛い <laughs> 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 何なんこれ可愛いい話になって,るっていうのは今ちょっととわざと言いましたけどちょっと そうした口角を上げるところがぐっとくるんですね。 実はその可愛いとかじゃなくてこの2人の関係性がだい何年巻き戻ったんだろうっていうこのドラマが積み上がってることでその一瞬の口角の上がり方でキュンとくるっていうふうに出来上がってましてで私たちが強くなったとこ、ね、そうですねゆりやんさんが取材に言ってくれた言葉ですけど、はい、引退試合の時にお客さんも引退となって全員でタイムスリップして時代を体験したかのような信じられない空間でしたというふうにおっしゃっているので多分、うん 本当にお客さんも熱量を出してやってたんだろうなっていうのが分かるんですね,、うん、ね,でねあとですね長与千草さんご本人ですねはい、はい、このスーパーバイザーで入ってらっしゃるんですけど、はい、白石監督が長与千草さんに感動した話として、うん、これから本番みたいな時に、うん、長尾さんご本人が「監督ちょっと言ってきていいですか?」って言って、はい、リングの上に行って「皆さんこれから頼みますね」とかってって声をかけてくれる、えー。<laughs> そうするともう皆さんエキストラがね気合い入りますよね。ご,ご本人がそう言ってんだから。すごい, <laughs> すごい何それ。やっぱ本当のエンターテイナーっていう、ねはあ、長野さんはね素敵ですね。盛り上げを忘れないっていう。唐田さんが。うん 本人も根性があるところが役の長代さんが可愛い顔して手段選ばない感じそこがすごい際立つというかそうです、ね、全部もらえるものはもらっていくみたいな、うんうん、そこがすっごいいい感じにリンクしてよく際立ってましたね唐田さんが取材にこう言ってくれてるんですけど、はい、もう私はこのドラマが転機になったというか本当に自分にとっても大きい作品でやっと代表作だと胸を張って言えるものができたかもしれない。あ というふうにおっしゃっています。で、あの、全然お仕事がなかったときにオーディションを受けて決まった作品でもあるので、うん、監督にも感謝しているし、うん、向き合ってくれた事務所の社長とかマネージャーさんとか家族、そういう人たちがいるから頑張ることができていると。で、やっとその人たちに届けられる作品ができたことが素直に嬉しいですとおっしゃってて。うんうん、確かにね。もう代表作。 だと思います。ですね。ずっともうリアルな試合見てるみたいな錯覚でしたよね。やあのユリアンさんが取材で言ってるんですけど、<laughs> うん、あの自分たちは撮影って言わずに試合って言ってたらしいです。試合に行くっていう。それでユリアンさんがあの言ってます。これは人生を観戦するかのように見てほしいと。うん。うんうん。うんうん あと美さんちょっと補足だけ本当のくだらない話1個だけしときますね。はい。えあみさんも気づいてない人たくさんいるんじゃないかなと思,う思ったんです。はい、っていうのは音量を大きくして聞いてないと聞こえない音があって、うん、1>, 1話でゆりアんさんが夜道場のリングに行って、はい、物音がしてびっくりするじゃないですか。そしたら「あーバレてもうた」みたいな感じでカ田タさんが言うじゃないですか。うんうん、そうするとユリアンさんがホッとして笑うじゃないですか。うん、その時にわざわざおならの音がしますよ。え嘘 一瞬本当にこれは私繰り返し聞いてみてもしたから間違いないと思うんですけど<ー>ほっとして入れているっていうかいやもしゆりやんさんが本当にしちゃったんならそれはそれで全然構いませんけど <laughs> あのこれってドラマ制作陣が笑わせるためにやったのかなと思って。 これは気になった方はですね、ちょっとぜひ見てください。えー、ユリアさんがほっとして笑っちゃったところです。めっちゃ気になってきたなそういう。それ、それ、あの。<laughs> くだらないトリビアも言いたくてしょうがね。気づいて、<laughs> 気づいて嬉しかったのね。細かいですね。細かいですね。はい、皆さん今回もう潤っていただきましたでしょうか。ぜひぜひ、チャンネル登録をお願いします。次回も聞いてください。お相手は山崎亜美と。宮崎でした。今日も、うるうるっとした一日をお過ごしください。バイバイ。